何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。まあまあ小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長、ですがこの私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは石見造船会長、石見平蔵と申します。四代目石見会長は石見造船をはじめとする石見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス、陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。岩見造船の会長が陽明連合会の岩見グループの関連各社は、今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますか。こちらは息子の常雄で石見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東条会の四代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか？わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、陽明連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか、広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、
あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合は渋々とはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の登場会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東城会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目？どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東城会の人間じゃない。それはおかしいですね。東城会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい、常代。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。歳を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください、総帥。何か？この件についてはジミーと私とで進めてきました。父のクルスは一切関知していません。それともう一つ。您无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ？尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らないですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください、父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだ兵配達たちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする？目的は何だ？
神室町東城会再生計画。これが尾道の秘密。会長、あれはヤマトなんかじゃない。それを超える超ヤマト型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦岩見造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。お、親父。建造当時戦争で不足する労働力を補うため、私は採用会を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。採用会の総帥がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ローは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために岩見造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物。旧日本海軍将校大道寺実。大道寺実、どっかで聞いたよな。大道寺は日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超大和型の建造を進めていてね、言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅だから、戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに、大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した。大道寺言ったら昭和の黒幕とかいうじいさんの名前じゃ。さっき既得じゃ言うてニュースになっとった。そうだ、占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕とも言える存在となっていた。彼は裏の金で岩見造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった。そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超大和型の存在は、大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。そして陽明連合会は
その秘密を守るために作られた組織だった。なんだと。組織は戦艦建造に関わった嫌味造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ広島の極東は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうことを。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして。いくら親の命令だろうが、あんたは一体。別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺は部連隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出したさ。嫌味造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分派だ。気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でも このガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。なんだ、造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコウが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだ、ガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ、待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い、面倒見てやる。え、どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中と愚連隊なんぞ続けても先はないぞ。仲間は、仲間はどうした。うん、
うちの者が少し懲らしめはしたがな。もう帰ったぞ。え？この一件誰の差し金かと聞いたら、お前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか？そんな連中とつるんで何ができる？何の意味がある？昨日までの自分を捨ててうちへ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は余命連合会の顧問になった。でもすぐには馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこいなんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つためにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ親父に。喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、クルスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました親父。何でしょう？最近はどうだ？え、ああ、はあ、ぼちぼち、なんとか。広瀬、お前にとって私は何だ？え、ああ、はい、陽明連合会の会長、そして岩見造船の社長、それからとにかく器がでかくて金も力もあって、そう完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。岩見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、それこそが
最も大きな喜びだ。陽明連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい、ご恩を忘れたことはありません。だが闇造船も陽明連合会も全てなくなってしまうかもしれん。え、なぜなぜです。尾道にある秘密が眠っている。え、その秘密が明るみに出た時、会社も組も終わる。無論私も終わりだ。何なんですか、その秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父を揺すってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です。尾道のどこのもんですか。残念だが、人一人決して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ一体どうするよ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますから、ねえ親父。広瀬、筋が通らない話だが、それを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、闇造船と陽明連合会を消し去り広島を揺るがしかねない、その秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る。そうだ。秘密の中身を聞かされずとも、その秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。中身も聞かされず、生涯をかけて、それは確かに中身も知れない秘密を守ることはとても辛く大変な覚悟が必要なことだ。いえ、わかりました。そうか。でもその返事は私の覚悟を見てからでいい。お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい俺でも。私だ。ああ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。兄貴。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする、警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。
ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度とキックも起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺すはめに。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でも、なんか役に立つんじゃないかって、本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたならわかるだろう。わかんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた妖名連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下仲間だった者たちの屍に守られてきた。桐生さん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやっさん、南雲、何をする気じゃ。おやさん、やれ広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれや。何をしている、広瀬。ダメなんですよ親父。こいつは、南雲は。おやっさん。そうだ、お前頭悪いから尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。親父、こいつだけは勘弁してやって。今さら日和寄って。おやさん、一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと。戦艦が跡形もなくなれば私は大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや。ほっとけ。え、あの人ももう終わりだ。Thank you.
大道寺先生でしたらあなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。スネ夫、いつからそこに？あの戦艦が表に出た以上あなたはもう終わりです。お父さん。何？ですがおかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。それにしてもあなたは大道寺に何と泣きつく気だったんです。超大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。しかしあなたはその務めを果たせなかった。どう言い繕おうが大道寺が聞く耳を持つことはありません。何の話かわからんな。これまで言う機会がなかったんですがね、尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。何だと？40年前まだ子供だった私のところへ松永という陽明連合会の幹部がやってきて全てを明かしてくれたんです。その頃秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。そして秘密の全てを私に喋り、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。多くの人間の口を完璧に塞ぐならいっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて大道寺とその審判たちは戦艦を隠蔽した見返りとしてあなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい？70年もの間あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになればその汚れた過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者というわけです。最後に一つ聞かせてください。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか？なぜ息子の私にまで隠す必要があったんです？尾道の秘密を知れば二度と裏社会から抜け出ることはできない。自分の子には日の当たる道を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。なるほど。それが岩見造船を私に継がせることだった。そうだ。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。それはあなたの勝手な言い分だ。不足に感じるかどうかは私の問題です。ではどうしろと？私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を。私から尾道の秘密について口にせずとも私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。だから自ら動いたんです。西洋会の牢を駒にし菅井を手なずけて東上会は
今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。お前が私の頭越しに牢を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら、私が東条会と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後見人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですがあの杯を交わせていれば、陽明連合はもっと表立って神室町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい、大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですがむしろこうしてあなたにとって代わる絶好の機会が訪れることになった。小清水、尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。父クルス・タケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクロス・タケルを名乗るがいい。承知しました。岩見、染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だが染谷はその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。桐生さん、あなたが染谷に殺されてやらなかったせいです。やめろ、
岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでに染谷にとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。兄貴。時間切れだ。待て。それ、あなた、なんじゃこりゃ。キヨミ、あの子には、ヒロミには、俺一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。貴様、おっと、どけ。すげえ、あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の極道クルス・タケルの名は俺が名乗るべきだ。だだ10数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。この死に損ないが。誰に喧嘩あったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。岩見さん、己の相手はこっちじゃ。おじさん、思い残すことは何もねえ。
と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。仕事で不甲斐、女と鍵を殺せ、撃ち殺せ。南雲！くそー！